ボーン・イエスタデーは、ジョージ・キューカー監督による1950年のアメリカのコメディ映画である。ガーソン・ケニンによる同盟の舞台を原作としており、本人も脚色に参加している。1993年には、ルイス・マンドーキ監督によるリメイク版が公開された。クズ鉄業で財を成したハリー・ブロックは、事業拡大の話をまとめるためワシントンに、元女優で、 愛人県名目上の共同経営者、ビリー・ドーンと共に赴き、議員と話をするが、ビリーの頭の悪さに難儀する。そこでハリーは彼を取材に来たジャーナリストのポール・ベラルに、彼女の教育を依頼する。ワシントンの名所を案内されながら、アメリカという国、民主主義という考え方の講義を受け、ポールに釣り合う女性になるために勉強したビリーは、ハリーの不正に気がつき、 ポールに情報を提供する。ビリーはハリーの愛人の立場から足を洗い、ポールと結婚する。2000年にアメリカ映画協会が発表したアメリカ喜劇映画ベスト100では24位となった。ありがとうございます。